はい、どうも皆さんこんばんは。共栄都市やっていきたいと思います。サイテーマンです。前回のパートでの続きからですね、ステージ16に入ったというところからです。で、ゆきちゃんがね、武藤にさらわれてしまったんですね。で、一人で来いと言われて、一人で救出に向かおうというところの、向かおうとしているサイテーマンです。もう呆然と歩いてますね。ゆきちゃんが初めていなくなりましたからね。ああ、ちょっとなんかお遊びな感じじゃなくなってきたな、だんだん。ゆきさん、一体どこへ連れて去られてしまったんだ。あ、僕はなんて無力なんだと拳を地面に打ちつける。とにかく疲れた、もう動きたくない。いや、ダメだ、これはダメだ。ゆきさんがさらわれてしまったからな。一体どこへ連れ去られてしまったんだ。ゆきさん、一体どこへ連れ去られてしまったんだ。大丈夫？柏木さんか。この辺りの住民は柏木さんだ。もうみんな避難しているのよ。こんなところに何しに来たの？柏木さんですね。相変わらずセクシーな服を着ておりますが、まあそれはもうこの際ね、そんなに触れずに行きたいなと思います。W&P にさらわれたユキさんの居場所を探してるんだ。よくわからない、気がついたらここにいたんだ。ここに来ればリサさんに会えると思って。うん、 W&P にさらわれたユキさんの居場所を探してるんだ。 WP にさらわれたユキさんの居場所を探してるんだ。そうだと思ったわ。任せて、ユキさんの居場所は突き止めてあるから。この辺りは封鎖されていて、立ち入り禁止になっているの。私についてきて。助かります。大人な女性という感じですね、柏木さん。あ、一緒に歩けるのか。ユキさんもあなたが助けに来てくれるのをきっと待っているわ。リサさんがすぐそばにいる。この辺りが立ち入り禁止になっていることについて、ユキ救出についての決意を述べる。自分がユキを愛おしいと思っていることを伝える。自分がユキを快く思っていないことを伝える。無言でリサの横顔を見つめる。これちょっと面白そうですよね。気づかれないように鼻孔を膨らまし匂いを嗅いでみる。自分がリサに思いを捨てることを告白する。無言でリサの横顔を見つめよう。どうかした？あ、そりゃそうなるわな。匂いを嗅いでみようか。期待してたよりさらにいい匂いがする。さすがです。まあまあいいや、こんなことしてる場合じゃない。行こう。走れないですね。アイアイ傘というやつですよ、これは。アイアイ傘、濡れてる方が惚れているっていうやつですね。575の。あの信号を右に曲がった先が、あざみ一丁目駅よ。ほう。あなたと最初に会った地下鉄の駅。ユキさんはそこから一駅先の町にいるわ。電車は止まってるから、しばらく歩くことになると思うけど。あなたびしょ濡れだから、そのままだと風邪をひくわ。あのコンビニで服を乾かしていきましょう。そうですね。びしょ濡れというか、もう服自体ボロボロなんですけどね。服が濡れていたって構わない。早くユキさんを助けに行かないと。できれば服は乾かしたいけど、ユキさんは大丈夫だろうか。確かに僕が万全な状態でないとユキさんを助けられないですね。そりゃいい。俺も服を乾かしたくてたまらなかったんだ。まあこれだな。確かに僕が万全の状態でないとユキさんを助けられない。確かに僕が万全の状態でないとユキさんを助けられないですね。ええ。それにユキさんはすぐに危険な状態になることはないと思うわ。まあユキさんを、ユキさんは俺を待ってるってことですからね。あなたをおびき寄せるための人質だからね。そう。今は体調を万全にしましょう。いいですね、こういう年上の女性っていうのも。店員も避難しているのか、店の中には誰もいない。うん。裏手にあったヒーターを使って体を温めさせてもらうことにした。ねえ、濡れてる服は脱いだら？その方が早く乾くわよ。まあそうですね。
リサさんの前で服を脱ぐのは恥ずかしいので服を着たまま乾かす。早くユキさんを助けに行くために服を脱いで急いで乾かす。救出はともかく、リサさんにありのままの姿を見てもらいたいので服を脱ぐ。いや、まあ服は脱いだ方がいいと思うんですけど、いやもう、救出はともかく、リサさんにありのままの姿を見てもらいたいので服を脱ごう。いいんですか？いや、それじゃそんな言い方しろとは俺は指示出してつもりはない。よく見ててください。そんな言い方をしろとは言った覚えはないんだ、俺は。とにかく早く服を乾かしましょう。ちょっとタオルくらい巻きなさい。そりゃそうだろう。そりゃそうだろう。うん、そうですね。完全に食料ともに全部持ってかれてますね。そうだ、あなた大塚に随分と絡まれてたけど災難だったわね。今頃どうしてるのかしらね。まあきっとしぶとく生き残っているんでしょうけど。そういえば彼、警察の上層部に顔が利くのよ。事件現場に向かう警察のヘリに同乗することもできるらしいわ。大企業や官僚の不正を暴いてゆするようなやつだから。上層部の弱みでも握っているのかしらね。よく知ってますね、大塚のことは。でもいや、メガネ外せよ。つけひも。昔は名うての戦場ジャーナリストだったのよ。今はあんな自分勝手で欲深いやつだけど。なるほど、戦場にいたんですね。戦地でいろいろなことを見てきた。だからこんな災害とか大したことはないんでしょうね、戦場に比べれば。大塚さん、戦地で何があったんですかと質問する。大塚が戦地で経験したことを想像し、その すごさに涙する。興味のない話なので少しのうたた寝をする。いや、質問しよう。何があったんですか？大塚さん、戦地で何があったんですか？詳しくは私も知らないわ。本人も話したがらないし。何かあったってことか。だから戦場を離れてこっちに戻ってきたってことですね。それにしてもなぜリサさんはこんなにも僕を助けてくれるんだろうか。これやはり好感度ゲーだったんだな。ちょい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 さ、俺面白い選択肢を選ぶと称していろいろ面白い選択肢選んできたじゃないですか。あれがなんか多分ゆきちゃんの好感度を上げるってなってなかったんだよな。でなんかメールに返事したりとかで、リサさんにちょいちょいなんかアプローチするみたいな選択肢もあったじゃないですか。だからこれ好感度ゲーなんですよ、今気づいた俺。だから柏木さんルートとかリサ、ゆきちゃんルートとかいろいろあったんだな、これ今気づいたな俺。きっといろんな人に分け隔てなく優しくて親切なんだろうな。助けずにはいられないくらい僕は哀れに見えるんだろうか。リサさんには僕に同情してしまう理由があるんだろうか。僕に取り入って能力の独占取材をしようとしているのか。やっぱりリサさんも僕のことが好きに違いない。これいや実況としてこれが面白いけど、もう選ぶか。やっぱりリサさんも僕のことが好きに違いない。この最低版のキャラが全く定まってないのがこの終盤に来て。あなたを見ているとちょっと弟のことを思い出すの。私高校生の頃、父親の仕事の関係で海外にいたの。両親と私と弟の4人でね。ほうほう。弟は生きていれば、生きていればってことは、年はあなたと同じくらい。死んでしまったってことか。そこは言葉も習慣も全然違う場所でね。でも弟は私よりずっと片言だったけど会話もしてて、友達も多かったし、地域の活動も手伝っていて、大人たちからも信頼されていたわ。ほう。その町がある日紛争に巻き込まれたの。なるほど。駐留部隊が、それに巻き込まれてしまったとか。武装組織を撃退したけど、町はむちゃくちゃになったわ。大勢の人が亡くなって、次の日町に噂が立ったの。弟が武装組織を手引きしたのを見たって。ああ、
ちろん弟がそんなことするはずないわ。勘違いされたってことか。それに手引きをするほど会話もできないし。でも町の人の怒りは激しくて、それで始末されてしまったと。友達や親しい人はかばってくれたらしいけど、私が駆けつけた時にはもう町の人たちに、私がそこにいたら弟の無実を説明できたかもと思うと、悔やんでも悔やみきれなかった。悲しかった。弟が亡くなったこともそうだけど、町の人の心が怒りと憎しみで満ちてしまったのが悲しかった。世界から紛争がなくなればと思うけど、私一人の力だけじゃね。だからせめて私は強くなって、助けられる命は助けたい、そう思っているの。あなたの能力のせいで町はこんな状態になっているのかもしれないけど、あなた自身もそんな能力がなければ辛い目に遭わずに済んだのにね。そろそろ出ましょう。ユキさんが待ってるわ。なるほどね。だいたい大塚のことも、やんだみたいね、柏木さんのこともだいたい分かってきましたね。行きましょう。こっちよ。ずっとなんか弟とリンクさせていたってことです。俺を。もう行きましょう。雨が止みましたね。そして住民が全員避難していますね。お、何かある。アイテムか。なんだ、オレンジジュース。衛生的に大丈夫なのかな。こんなところにあるオレンジジュース。大丈夫か、ゆきさん。ゆきさん。ちょっと待って。マジかよ。ルートを間違ったってことか。今完全に回避のコマンドも出なかったですね。ルートを間違ったようです。多分右の道路の方から行けば助かったんじゃないかなと思います。ビルが崩れてきた。突然ビルが崩れてきた。巨大植物の根のようなものが見える。植物、植物ってことは何の作品なんだ。何かの作品ですね。またとにかくアイテム入手してコインを入手したら道路の方に戻りましょう。向こう方面行くとやられますわ。まあ、とりあえず入手。で、これ取ったら、戻りましょう。そっちじゃない。こっちこっちこっち。リサさん、そっちじゃない。こっちから行こう。こっちで正解です。おそらくね。マジか。こっちでもないってことは、左か。わからんな。ビルが崩れてきたってことは、ビルから離れないといけないってことか。緊急回避のあれも相変わらず出なかったんで、ルートが間違ってるとしか考えられないですね。で、この巨大植物、また何かの作品のモンスターか何かなんでしょうか。このゲームやっててね、思うのが、こういう特撮のものの、まあ、エヴァはちょっと若干特撮とは違いますけど、特撮ものの作品が好きな人にとっては、多分たまらない。ちょっと戻ろう。こっちじゃない。慎重に行こう。向こう方面行くと完全に崩れてきてやられたから、こっちだ。案外こっちが安全だろう。ビルが来るか。3度目に来るか。そうですね、向こうから行ってたらやられてました。もう何度も同じ鉄を、何度も同じ場所で死ぬみたいな、そんなやってはいけませんからね。危ね。あっ。そう、何度も同じとこで死んではいけません。いや、これさ、完全に覚えゲーだよね。だって、これは右がずれるの。右行ってたら死んでましたと。次にこれ左が崩れるんですね。で、左に行ってたら死んでましたと。で、次にさっきね、
右に若干下から地面からねーみたいなのがボン出たので、右だ、右の方に、左の方に寄って回避すると。完全にこれ覚えゲーじゃないか。初見殺しも甚だしいぜ。次あそこが根が入ると、次ランダムに来てるってことはないよね。次がどこに来るかってことなんだが、柏木さんはどうやってあそこまで行ったんだ、柏木さんはどうやってあそこまで行ったんだっていうか、これもまた覚えゲーだよね。後輩は間違ったルート行くと死ぬ。ゆっくり進もうってことです。これ要するに急いで撤退だ。あのこの巨大な根は自衛隊みたいなやつがいたのか。エイチ君、避難完了しました。いや俺がまだいるが、ゆきちゃんも陸地の方も避難開始するそうです。わかった。おい、我々も避難するぞ。みんな早く乗り込め。あなたたち避難命令が出ているでしょう。ここにいると危険ですよ。早く離れなさい。この機動隊員の人は、うん、車に乗って脱出するように誘導してくれた。ありがとうございます。あの時怪物に襲われたんじゃ無事だったんですね。あの人だ。警察で先に行きなさいみたいなこと言った人だ。巨大な足に踏み潰されたんじゃ無事だったんですね。ああなるほど、そう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 、あの時怪物に襲われたんじゃ無事だったんですね。ああ、あなたでしたか、うん、この人ですね。あの時は同僚が助けてくれたので逃げることができました。ちょっとすみません、ここでは一体何が起こっているんですか。詳しいことはわからないのですが、うん、あのビルの上にある謎の総体、なんだあれが猛烈な勢いで破裂するとのことです。破裂、住民の皆さんの避難が完了したということなので、我々にも退避命令が出ているんです。なるほど。破裂するとこの辺り一帯が吹き飛ぶそうなんです。もうあまり時間がありません。なるほど、破裂する。他の道は全て封鎖されています。そこにある乗り物を使ってとにかくこの道を西へ逃げてください。なんで馬とバイクを用意した、なんで馬とバイク両方用意した。一刻も早く離れなければならない。オートバイで行こう。とにかく急がねば、急がなければ馬に乗っていこう。リサさんと乗るならやっぱりバイクだな。リサさんと乗るならやっぱり馬だな。俺にバイクを渡すまだ言うのかこれ。リサさんと乗るならやっぱり馬だなにしよう。馬に乗ります僕は。リサさんと乗るならやっぱり馬だな。理由はわからないけどとにかく行きましょう。理由はわからないけど俺にもわからんわ。なんだこれ、前に現れたやつだ。戻ってきたのか。あれはなんだ、飛行物体だ。ガメラ、どうするんだ。総体が爆発するぞ。ガメラかな。こんな中を馬で走っていくのか。馬は逃げないのかこれ。うわこいつだ。来た来た、もうあいつの足元を突っ切るしかない。ゴジラ戦ってくんないかこいつと。エヴァでもいい。セーブしますかってことなんですけれども、この先ステージクリアまでセーブポイントがありません。ほうってことは結構ね、馬とかバイク結構重要な選択肢だったのかなと思うんですけど、まあ、一旦じゃあこの辺でこのパート切りましょう。また次回この続きからですね、どうやら馬で、目の前の怪物の足元をくぐっていけということみたいですね。また次回も、この調子でねやっていけたらなと思います。ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。